はい、ゲームコレクターの酒館です。チャンネル登録よろしくお願いします。今回紹介するのはセガ 3D 復刻アーカイブス2、セガゲームスが2015年12月23日に発売したタイトルで、定価は税抜き4480円。パッケージの表面を見るとね、まあそうね、パワードリフトとソニックがメインなのかな。でもぷよぷよも割と目立つな。まあ、そのあたりがメインっぽいなって言うんだけども、後ろの方にはこれはなんだ、獣王のクマかな、可愛いけど。あとはこれなんだろう、あ、これオパオパはいるね。あと上の方の乗り物はちょっとゲーム内容見ないとちょっとすぐパッと言えないな。で、こう一応こうなんか放射じゃないけど、こう立体感を出すような、こうこっち側が大きくねなるような感じの、シュワーッと真ん中中心がからこう線がねこう出てるようなね、そういうまあシンプルに立体感を出すようなデザインになってるかと思います。まあ 3D だからね、セガ 3D 復刻アーカイブス2だからね。あ、下にタイトルあるか、パワードリフト、ぷよぷよ2、ギャラクシーフォース2、サンダーなんだっけ、これなんだっけサンダーブレードか、サンダーブレード、あのメガドラの最初に出たやつだっけ、違うか、まあまあいいや。でソニックザヘッジホッグで、ファイナル、ファンタジーゾーン2で獣王記って書いてありますね、下にね。で、右上にセガのロゴがあり、左下にセロ A 全年齢対象のアイコンがあります。で、側面を見ると、まあ可愛いクマがねアイコン化されていて、セガ 3D復刻アーカイブス2ということでね。まあ、3D は横に並ぶ感じなんですね。で、セガのロゴがあり、セロ A 全年齢対象のアイコンがあります。で、裏面を見ると、ノスタルジーが驚きに変わるということで、まあ、スクリーンショット上に3つあってね、パワードリフト、ぷよぷよ2が、任天堂 3DS 初移植。で、MD、ソニックザヘッジホック、というか、パワードリフトとぷよぷよ2は AC、アーケード版の 3DS 初移植。で、ソニックザヘッジホックはメガドライブからの移植ってことですね。で、アーケード&メガドライブの名作ゲーム復刻集がさらにボリュームを増して帰ってきた。今回はワイルドな体感レースゲーム、パワードリフト&パズルゲームの金字塔ぷよぷよ2、アーケード版が Nintendo 3DS ソフトに初登場。でその下は左から、リメイクでファンタジーゾーン2ダブルと、AC、ジャラクシーフォース2、で AC サンダーブレードで MD 獣王記で、あとはここに、ね、遊びに標準のところでね、ファンタジーゾーン2はスペシャルリメイク版の他にオリジナルのセガマーク3版がおまけで入っている、もちろん 3D だ。このソフトにはさらに秘密が隠されている。どうすればいいか、それは君が自分で見つけることだ。ということで、ファンタジーゾーン2オパオパの涙とメイズウォーカーの写真があって、いや、まあまあまあ、まあね、いろいろあるわけですよ。これを探せと、遊び方をね。で、その下には、コピーライトの、セガの下、横にね、パッケージイラスト杉森健、株式会社ゲームフリークとあって、表面のね、イラストを、まあ、杉森さんが描いていることがここで確認できます。で、ジャンルがバラエティ、プレイ人数が1人用、セーブデータ数が1、3D 映像の表示がありとなっていて、通信仕様はローカル通信でローカルプレイ、対戦、ぷよぷよ2、協力獣王記で2人。で、拡張スライドパッド対応となっています。で、本ソフトに収録されている各ゲーム、パワードリフト、ぷよぷよ2、とおまけ収録2タイトルは除くは、過去にセガ 3D 復刻プロジェクトシリーズとして、個別にダウンロード販売されていたものと同じ内容となっています。一部オプションメニューに変更あり、また上記の、個別ダウンロード販売版とセーブデータの引き継ぎはできませんということでね、まあ、ダウンロード版で単体で売られてたんだけども、それとこう、これ買ったからってセーブデータこう移行できないよということが書かれています。で、コードが CTRPAK3JJPN と TSACTRAK3JJPN の2つのコードが入っています。で、パッケージを開けると、中には、操作ガイドと
ゲームカードが入っていて、パッケージの中面には特に印刷はありません。で、操作ガイドを見ると、これはパッケージ表面と同じイラストですね。まあ当たり前なんですけども、配置とか特に変わってる感もないので、特にレイヤー分けとかしてないで、まあそのままこう位置をずらして、入れてんのかなという。そんなにずれた、あ、でも、どうだろう。若干こう下とか切れてる場所が違うかなという感じはします。熊のね、下の腰のあたりのね、下に炎が大きく見えるのがパッケージの方。まあ細かいんだけど。あとそのロゴとパワードリフトのこの車とのか、車と 3D のこの隠し方のあたりがちょっと変わってますよね。まあいいや。で、開くと左側が冊子だと最終ページのような感じになってて、セガゲームソフトインターネットアンケートのお知らせがあって、で、紙の取扱説明書から電子説明書になりましたということで、電子マニュアルへの誘導があります。で、コードが MAACTRAK3JJPN となっています。で、さらに開くと、下には、ゲームの始め方ということで、タイトル画面で A を押すかタッチスクリーンを、タッチするとゲーム選択メニューが表示されます。下画面のプレイしたいゲームをカーソルかタッチで選んでください。で、おまけゲームについて、本ソフトにはおまけとしてセガマーク3マスターシステムの 3D 対応したゲームを収録しています。ゲーム選択メニューでおまけを選び遊びたいゲームを選んでください。ここはタイトルはここには書かないんですね。パッケージ裏面にはタイトルがね、画面に載ってるのここには書かないと。あとポーズメニューでセーブとゲームの終わり方についての説明があって、で、本ソフト、セガ 3D 復刻アーカイブ2に収録されている各ゲームのセーブデータは、個別にダウンロード販売されているセガ 3D 復刻プロジェクトシリーズの各タイトルのセーブデータとは別の データとして保存されます。セーブデータの引き継ぎなどはできません。あらかじめご了承くださいという感じでね。ここにも注意表記がありますね。で、右側行くと遊びん教授からのアドバイス。今回も懐かしいゲームをたくさん用意した。でもこの面白さに終わりはないよ。一度ゲームをクリアしたらポーズメニューでいろいろな設定を試してみよう。きっと新しい体験ができるはずだよ。静かな夜にリラックスした気分で遊んでみよう。いろいろなことが思い出されるかもしれない。まあこれ若い人が買ったら何も思い出さないと思うんだけどね。ちょっとターゲットやっぱ年、年配の人なのかな。で、年配の人に 3DS のね、画面は厳しいんですけどね。まあまあまあそんな感じで、逆の面を見ると、各ゲームの基本操作ということで、まあ左上からね、パワードリフト。で、ファンタジーゾーン2ダブル。で、右側に行って、ぷよぷよ2と重王旗。で、ローカルプレイによる対戦協力プレイ、ぷよぷよ2ではローカルプレイによる2人対戦プレイ、重王旗ではローカルプレイによる2人協力プレイを遊ぶことができます。遊び方の詳細は電子説明書をご覧くださいってあって、まあ、ぷよぷよ2と重王旗だけ2人用ができるから多分この右側に寄せたんでしょうね。で、左下の方に行くと、ギャラクシーフォース2、サンダーブレード、ソニックザ・ヘッジホッグの説明があって、右側の方には、おまけゲームの操作法、あ、基本操作ということで、なんかシークレット隠してたはずなのに、やっぱりここにもね、操作方法のとこに、ファンタジーゾーン2、セガマーク3、マスターシステム版、あとメイズウォーカーってここに入っています。ただ、遊び方はね、どうやって見つけられるかということですね。で、ここで紹介している操作方法は、ゲームの初期状態のものです。また一部の基本的な操作のみに限られます。より詳しい操作方法については、電子説明書をご覧くださいということで、ここもね、電子説明書とにかく見ろっていう感じの作りになっています。で、ゲームカードを見ると、これはパッケージ表面とかで使われている背景と、あと、パワードリフトとソニックのね、がだけがこう、よりで見えるような絵柄になっていて、で、コードが LNACTRAK3JJPN となっています。ということで、パッケージに興味を持った方は、ぜひ新品を探してみてください。どうしても見つけられない人は、まあ、中古でもいいかな。